たむろ町で起きていた若手エリートたちの連続殺人事件。彼らは半グレ集団グレン会の創設メンバーであり、貞本美紀子の妹の真帆と両親を放火によって殺害した犯人だった。そんな彼らへの復讐のため、美紀子はたむろ町でグレン会創設メンバーたちを殺して回っているということだったが、美紀子はグレン会の剣持ちの罠に誘い出され囚われてしまう。だが海藤の活躍によって美紀子は無事救い出される。穏やかに眠る美紀子を前に、つかの間安堵する海藤だった。大丈夫なのか？何もされてねえのか？ああ、無事だ。今は眠らされてるだけだ。はあ、よかった。カイト、ロレイ、早くミキコさんを安全な場所に。説明してもらうぞ、すべて。ああ、引っ越し前で散らかってるが、まあ座りな。まさか依頼人がミキコだったとはな。なぜ言わなかった？俺らもミキコさんの正体を知ったのはつい先日のことだったんだよ。あの人がジュンの母親だなんて知らなかったんだ。ミキコが依頼人なのにか？ああ、彼女は名前も告げずに依頼してきたんだ。貞本潤という少年を保護してほしい。一緒に誰がいようと構わず拉致しろ。ただし絶対に危害は加えるなってな。どうも腑に落ちねえな。潤や旦那に何も告げず、よりによって悪徳探偵なんかに依頼してよ。あいつはどういうつもりだったんだ？あの人がグレン会への復讐を企んでることはもう知ってるな。ああ、だったらよ、俺らにガキ拉致らせて復讐を成し遂げたら、ジュンと一緒に海外にでも高飛びするつもりだったんじゃねえか。バカな。うん、ミキコさん。ミキコ。マサハルさん、無茶しやがって。助けてくれたの？忘れてか？俺はお前の用心棒だぜ。ミキコ、何があったんだ？本当にお前が殺しを？そのつもりだった。殺してやるつもりだった。つもりだった？だけど何者かが私の先回りをしていた。私が殺すつもりでいた連中を次々と、私より先に誰かが殺していたの。足崎とかいう昨晩燃えたビルで死んでた男もそう。私が向かった時には殺されていた。そして火が放たれていた。じゃあお前は誰も殺してねえんだな？ええ、この手でぶち殺してやりたかったのに。残念よ。じゃあ誰が殺してたって言うんだ？お前の先回りをしてよ。知らない。そうか。ミキコ、お前にはいろいろと聞きたいことがある。話してくれるな？ええ。
ミキコ、お前がグレン会創設メンバーの奴らを狙っていたのはやはり夏目家の放火事件の復讐のためか。お前はあれがグレン会の仕業だって言ってたが。ええ、あの剣持って男、あいつ当時不動産ブローカーみたいな真似をしててね、派手に儲けてたの。それでうちの両親の土地も狙ってきた。ああ、貞本さんからその話は聞いたよ。でもあいつらが放火した証拠なんて何も残ってなかった。警察もストーカーの仕業だってことにして捜査終了。だったら私が連中を血祭りにしてあげるしかないでしょ。ミキか。2年前、お前は貞本家から姿を消した。遺書を残して自殺ってのが警察の見解だったらしいが、自殺なんかしちゃいねえんだよな。当たり前でしょ、銃を残して死んだりしない。グレン会の連中が私を殺してそうでっち上げようとしたってだけ。やっぱそういうことか。にしてもよく助かったな。滝壺に落とされたんだろ。なんで助かったのかまではわからない。眠らされてたみたいだからね。運が良かっただけだと思う。気がついたら白樺さんのところにいた。もうその時記憶は失っていたんだけどね。記憶を取り戻したきっかけは何だったんだ。テレビよ。テレビ？あの人が映ってたのよ、京也が。ああ、お前の旦那さんか。最近テレビにもよく出るようになったみたいだね。朝の番組だったかな。芸能人の横で得意げな顔してコメントしてたよ。それでようやく自分が何者なのか思い出した。グレン会の連中のことも全部。記憶を取り戻したのに家族にも連絡しなかったのはなぜだ。心配してたぞ、貞本さんも純も。私にはやるべきことがある。それを成し遂げるまでは生きていることを知られない方が好都合だったの。じゃあグレン会の連中を全員ぶっ殺したらどうするつもりだったんだ。ジュンをバートーの連中に拉致させてよ。さあね、その先のことは想像に任せるよ。なんでよりによってこんな怪しい連中に純の保護を頼んだんだ。匿名で依頼を引き受けてくれる探偵を探してたの。私が生きていることがどこからか漏れて、グレン会の連中にバレたら奴らは私を始末しようとするだろうからね。一応探偵には守秘義務があるらしいけど、そんなの信用できない。だけど身分も明かさない女がある子供を拉致してほしいなんて依頼してきたら、正規の探偵なら断って当然でしょ。まあそうだろうな。それで元極道のこんな奴らに。もっとも五十嵐さんは途中から私の正体に気づいていたみたいだけど。美希子さんには悪いが、いろいろと調べさせてもらったよ。驚いたぜ、戸籍上死んでることになってる女じゃねえか。しかもグレン会とかいういけすかない半グレ連中に一人で喧嘩挑むつもりらしい。こりゃ面白いってんで、こっちからもいろいろと協力させてもらうことにしたわけだ。五十嵐さんたちには感謝してる。私の正体を知ってからもいろいろと協力してくれたし、千田さんなんて
自分の体まで張ってくれて。ところで金はどうしたんだ。2年間失踪してたんだから金なんてねえだろう。滝壺に落とされた時に結婚指輪をしてたの。それを売っ払ったらかなりの額になったから。まあ十分すぎるほどの依頼料だったぜ。なあミキコ、実はよ、お前の息子のジュンが俺のところを訪ねてきたんだ。母ちゃんを探してくれってな。五十嵐さんから聞いたよ。ジュンがあなたと一緒にいたってことはね。それ聞いてなんとなく事情は察してはいたけど。でよ、ジュンが言うわけだ。俺はあんたの息子かもしれねえって。それあの子の妄想だから。ああ、お前の旦那さんもそう言ってたけどよ、15年くらい前のミキコの日記に書いてあったらしいじゃねえか。今さら気づいたって遅いだの、俺にはもう会えないのにどうしよう、下ろした方がいいのかなだの。そんなこと書いたかな。おいおい、覚えてないのかよ。だって大昔の日記でしょ。そんなこと、あ、もしかして思い出したのか。ほら、正春さんに借りてたでしょ、5万円。一緒にショッピングに行った時お金下ろすの忘れてて、一目惚れしたコートが最後の一着で、カードも忘れちゃってたから。そういや、そんなことあったような。って、おい、まさか。うん、返してないって別れた後に気づいてね。だからお金下ろして返した方がいいかなって思ったんだけど、あんな感じで出てった後にわざわざ返しに戻るのもすごく気まずいし、それで困っちゃって。紛らわしいこと書くんじゃねえよ。返した方がいい？5万円。もういらねえよ。そう？ならいいけど。ミコさん、無理しないでください。多分薬打たれたんです。僕で休んでてください。うん、お言葉に甘えさせてもらおうかな。あの千田って男、ミキコに惚れてんな。わかるか。まあね、惚れっぽいやつでな、依頼人に情を移すんじゃねえっていつも言ってんだ。そういうお前こそミキコに情が移ってんじゃねえか。悪徳探偵らしからぬ入れ込み具合じゃねえか。かもな。ああいう着物座った女は嫌いじゃねえ。それに前に言ったろ、うちのお客様満足度は 80% 超えだ。ただし俺らがかもじゃねえ、お客様だと認めた相手に限って言えばな。悪徳探偵なりに筋ってもんがあるってわけかい。ん？なあカイト、ミヒコさんは甘いもんは好きかな。ああ、コーヒーと合わせて食うのが好きだったはずだ。そうか、よし。おお、カイトだ。どうした？カイトさん、例の焼け落ちたハードディスク、データをサルベージできましたぞ。
おお、本当か。さすがだな。で、目星情報は得られたか？実に興味深い情報が見つかりましたぞ。裏帳簿のスキャンデータです。もっとも海藤さんが調べている事件と関係あるのかは分かりませんがね。裏帳簿だと？どんな？不審な送金記録です。焼かれたのは警備会社のようだったのですが、17年ほど前から7年間にわたり用途のわからぬ金が、それもかなりの額が振り込まれているのです。送金元はルブニールというスマホ向けアプリの開発会社のようですな。スマホの会社が警備会社に不正送金を。目的は何だ？残念ながらそれは分かりませんでした。メールなどを漁ってみたのですが手がかりは得られず。そうか。それとこのドゥブニールという会社、すでに存在しないようです。ほとんど活動の記録がなく、どうも実体のないペーパーカンパニーのようにも見えます。なるほど、いろいろと気な臭いな。と、今のところつかめた情報はこんなところです。ドゥブニールについてはもうちょっと調べてみるつもりですが、ネットにはほとんど情報が残っていないので、足を使っての調査が必要そうですね。つくも、助かったぜ。ありがとな。いえいえ、またお手伝いできることがあればご用命くだされ。ミッコさんが。ミッコは？わからねえ。入ってきたら窓が開いていて。ミッコのやつどこに？まさかグレン会の連中を槍に？あ、まさか。何か知ってんのか？いや、その…知らねえさ、何もな。お前に聞いてんだ。何か知ってるんだな。ミッコさんは、その…死んだ！あの人が何するつもりだろうがな、最後まで見守る、そう決めたよな。ミキコ犯罪者にするつもりか？依頼人を守るのだって探偵の仕事じゃねえのかよ。てめえにミキコさんの仕事を邪魔させねえこと、それが俺たちにとって彼女を守るってことだ。五十嵐、やっぱてめえとは反りが合わねえようだな。力ずくでも聞き出させてもらうぞ。望むところだ。てめえのことは一度ぶっ殺してやりてえと思ってたんだよ。来いや、カイト！やっ、暴れるぜ。Yeah!
ミキコはどこに行った？言え！お前にミキコさんが救えんのか？松金組を選び、あの人を捨てたお前なんかによ。え？ミキコさんの抱える絶望はな、カイト、お前が想像しているよりずっと深く暗い。あの人を焼いている憎悪の炎は、ありゃ的をぶっ殺さなきゃ収まらねえもんだ。お前にミキコの何がわかる？わかるさ。俺たちがあの人に依頼されたのはジュンの拉致だけじゃねえ。もう一つ調査を依頼されていたのさ。だから俺たちは知っちまったんだ。お前の知らない彼女の絶望もな。だと？もう一度聞く。お前にミキコさんが救えるか？彼女がどんな絶望を抱えていても向き合い受け止めてやれる覚悟があるのかよ。覚悟ならとっくにできてる。ミキコのことは絶対に救ってみせる。この命に変えてもな。分かった。だったら行くぞ。行くってどこに？横浜の偉人町だ。詳細は車の中で話す。やり残したことがあったら今のうちにやっとくんだな。たくだらしねえな。相手見てから喧嘩売れっつうの。
強そうだな。上がってこいや。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさん。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきごちそうさん。ありがとうございました。
らっしゃいませ。いただきます。ごちそうさん。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。見てから喧嘩を売れます。カイトのおっさん、母ちゃんは？なあ、なんとか助け出した。結局ミキコは殺しはしてねえそうだ。どうい
うこと？そっか、何にしてもよかった。母ちゃんが犯罪者にならなくて。ああ、問題は真犯人が誰かだが、今のところ手がかりがねえ。それで母ちゃんは今どこに？ああ、そのことだが、いや、なんつうか、まだやることがあるみてえでな。それ片付けたら戻ってきてくれるってよ。そうなのか、やることって？買い物。買い物？そうなのか。で、カイトーのおっさんはこれからどうするつもりなんだ？そのことだが、ジュン、ちょっと付き合え。付き合うって？たまには息抜きも必要だ。ずっと母ちゃんのこと探して気が張り詰めっぱなしだったろ。カムロジを案内してやるよ。え、いいのか？ああ、行くぞ。ああ、行くのか？
ちょっとは運動になったかな。そっちだな。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。斉藤さんに、純くん。一応報告に来たぜ。なるほど。カムロ町の連続エリート殺害事件の背後には真犯人が他にいると。動機はやはり復讐でしょうか。夏目家放火事件の犯人であるグレン会創設メンバーへの。わからねえ。五十嵐の野郎がいろいろと知ってるようだった。詳しい話をこれから聞かせてもらうところだ。そうですか。白川さん、あんたはまだしばらくカムロ町にいるのか。ええ、せめてミヒコさんが戻ってくるまでは。もう千葉の家に戻ったっていいんだぞ。後のことは俺に任せてくれ。いえ、私にはまだやることがありますから。なあ、やることって風俗？違いますよ。てか、どこでそんな言葉を覚えたんですか。まあ、しばらくカムロ町をうろついてたからな。まったく、教育には良くないですよ、この町は。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。
くだらしねえな。おお、行くのか。相手見てから喧嘩売れっつう。星野君、今日は一人か？ねえ、沙織さんも外出していて。あれ、カイドウさん、その子は？依頼人だ。こいつの母ちゃんを探しててな。へえ、お母さんのために自分で依頼に来るなんて偉いね。ちゃんと依頼料だって用意してきたんだぜ。2000万の腕時計だ。2000万の腕時計？冗談だよね。本当らしい。親父さんがでかいベンチャー企業の社長でな、コレクションをくすねてきたんだとよ。君、よかったら今度お父さんに僕を紹介してくれるかな。顧問弁護士とか必要だったりしない？は？星野くん、お前な。やだな、冗談ですよ。メガベンチャーの顧問弁護士とかちょっと憧れちゃうな。結婚とか考えると年収とか貯金とか前よりシビアに考えるようになっちゃうんですよ。まあ沙織さんの方は全くそんな気なさそうですけど。メガベンチャー結婚とか、まあ見てから喧嘩売れっつう。
れてる。仕方ねえ。たく、だらしねえな。メッセージ？誰から？頭かち割るぞ、こら。八神隆之。俺はタボって呼んでる。俺の雇い主で、まあ、相棒みたいなもんだ。強いのか？まあ、それなりにな。って言っても、まだまだ俺にはかなわねえが。多分。へえ、その感じだと、その人も相当強いんだな。ま、背中預けられるくらいにはな。今度機会があったら紹介するぜ。カイトーのおっさんの相棒か。会ってみたいな。東、あれ、カイトーの兄貴、その子誰です？シャルルで騒いでたってガキがいただろ。こいつがそうだ。ああ、この子が例の。なんで兄貴がそのガキとつるんでるんです？まあ、いろいろあってな。こいつの母ちゃんを探してる。ミキコだ。え、それじゃあこの子、ミキコさんの？ああ。で、調査の結果、ミキコが生きてたことが分かってな。そうですか。よかったです。ふーん、なるほど。この人が東くんか。母ちゃんの日記にも書かれてたぜ。まだちょっと頼りないところがある弟分なんだよな。え？ミキコさんがそんなことを？あの子悪ぶってるけど優しいし、度胸は今一つだし、ヤクザに向いてないんじゃないかとも書いてあったぜ。な、東、今度ミキコと再会したら、店長として立派にやってる姿を見せて見返してやれ。もちろんです、兄貴。兄貴、俺に手伝えることがあったら何でも言ってください。いや、こいつは俺の問題だ。俺だけで決着をつける。わかりました。ですが兄貴、終わったらいろいろと話してくださいよ。ああ、もちろんだ。ミキコと一緒に久々に昔話でもしようや。
ちょっとは運動になったかな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。そっちだな。相手見てから喧嘩を売れっつーの。おー、行くのか。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。ちょっとは運動になったかもな。行こうぜ、カイトのおっさん。カイト、もう用事は済んだのか。あ、こいつ。安心しろ、もうお前をどうこうするつもりはねえよ。こいつらはな、ミキコに依頼されてお前を探してたんだ。は？どういうことだよ。マジかよ。悪いな、坊主。最初は俺らもお前がミキコさんのガキだって知らなかったんだ。散々誘拐しようとしやがって。しかも力ずくでよ。
お前らは一遍死ね。んだったクソンガキ、てめえが言うこと聞かねえからだろうが。聞くわけねえだろうが。誰が怪しいヤクザについてくか。バカだろお前、少しは頭使えよ。な、てめえ、バカはてめえだろ。二人ともそこまでだ。センダ、俺らにはやるべきことがあるだろう。おう、そうだったな。頭が待ってる。カイト、準備はいいのか。大丈夫だ。よし、だったらとっとと向かうぞ。なあ、それとそのガキは留守番だ。頭はあんたと大人の話をしたいそうだ。何？んだよ、俺も連れてけよ。ダメだ、クソガキ。クソ大人が。ジュン、お土産買ってくるから俺の事務所で待ってろ。いいな。分かったよ。なあ、カイトウのおっさん、母ちゃんが買い物に行ったなんて嘘なんだろ。母ちゃん、戻ってくるよな。ああ。母ちゃんのこと頼んだぜ。あんたを信じて任せるんだからな。ああ、約束だ。必ず連れて帰る。約束だからな。まったく、クソ生意気でませたガキだぜ。だな。おい、五十嵐、なんで偉人町なんだ。事件はずっとカムロ町で起きてたはずだろ。偉人町のホテルで今日、グレン会の前身になったサークル、リゾームの同窓会がある。そこにはまだやられてねえグレン会創設メンバーが全員顔を出す予定なんだ。まさかミキコはそれを狙ってまとめて殺すつもりだってのかよ。ああ、だがそれだけじゃねえ。ミキコさんの最後の的、一番殺さなきゃいけねえやつも多分そこに現れる。クレン会の他に誰だ。ミキコさんの先回りをしてクレン会創設メンバーのやつらを殺し回ってた真犯人だ。何？どういうことだよ。なんでミキコの仇をぶっ殺してた真犯人をミキコが殺そうとするんだ。言ってみりゃ同じ目的を持った者同士だろ。探偵なんだろ。ちった自分の頭で考えてみたらどうだ。お前が持ってる情報から推測できるはずだぜ。偉人町に着くまで1時間はかかる。探偵らしく推理を楽しもうよ。推理だ。俺はな、足を使って調査するタイプの探偵なんだよ。まあそう言うなって。それにあんたが勝手に真相にたどり着いたなら、一応俺たちも守秘義務に反さねえからな。仕方ねえ、付き合ってやるか。真犯人か。一つ引っかかっていたことがある。昨夜殺された警備会社のオーナー足崎のオフィスが燃やされていたことだ。だが放火した理由は足崎を殺すためじゃなかったはずだ。足崎って野郎は屋上で殺されてたんだからな。真犯人が火を放ったのには別の目的があったはず。ほう、動機から入るか。いいね。
それで？問題はなぜ犯人はオフィスを燃やしたのかだ。おそらくその目的は。現場に犯人にとって不都合な証拠があったからだ。つまり証拠を隠蔽するために放火したんじゃねえかな。なるほどね。それで？犯人が隠蔽したかった証拠に心当たりがある。知人に頼んで現場にあった焼け落ちたハードディスクからデータを引き出してもらったんだ。中には燃やされた警備会社への不正送金の記録が残っていてな。送金元の会社は今はもう存在しねえスマホアプリの開発会社だったらしい。もしかしたら犯人はこの記録を消したかったのかもしれねえ。ほう、そこまで掴んでるとはやるじゃねえか。ちなみにそのスマホアプリの開発会社、ドゥブニールって名前じゃねえか。なぜわかった？俺らはミキコさんの依頼である男について調べていたんだ。その調査の中で俺たちはドゥブニールってペーパーカンパニーがかつて存在していたことを掴んだ。そしてミキコさんの依頼で俺たちが調べていたある男は、そのペーパーカンパニーを通じてグレンカイに様々な依頼をしていたらしい。不正のもみ消しから顧客トラブルへの対処など、表では処理しにくい問題なんかをな。そのある男ってのがこれまでグレンカイ創設メンバーを殺し回っていた犯人だってことか。そういうことだ。さて、ではそのある男は誰なのか。ヒントはミキコさんがなぜ匿名で俺たちにジュンの拉致を依頼したかだ。なぜって、あんたらが守秘義務を破って誰かにミキコが生きてることを話すかもしれないからだろ。ミキコはグレン会の連中に生きてることを悟られずに復讐を成し遂げるつもりだったんだ。そうだが、それは理由の一つに過ぎない。生きてることが伝わったらまずい奴がグレン会の連中以外にもいたんだよ。事実ミキコさんはそいつに自分が生きていることを決して告げようとしなかった。記憶を取り戻したなら生きてることを伝えて叱るべき相手にもかかわらずな。まさか。分かったようだな。実はお前らだったりして、依頼人のミキコのために先回りしてぶっ殺してやってたんだ。お客様満足度 80% 超えは伊達じゃねえな。にしてもサービスが過ぎんだろう。噂で聞いたことがある。松金組の怪盗はド天然のアホだってな。なるほどね。噂通りだったってわけか。それが分かっただけで俺は満足だ。さて、カムロ町に戻るとするか。センダー、車適当なところで U ターンさせろ。へい。
待て待て待て、すまん、やり直させてくれ。貞本京也か。あいつが愚連会創設メンバーを殺して回ってるってのか。ああ、そういうことさ。美彦さんもそう考えてる。なんだと。じゃあ動機は愚連会との黒いつながりを消すためか。いや、だが待てよ。愚連会の創設メンバーはミキコの実家を放火したメンバーでもあるんだぞ。なぜ妻の両親と妹を焼き殺した連中なんかと貞本は黒いつながりを持っていたんだ。おお、そこに気づいたか。じゃあもう一ついい情報をやる。貞本の作ったペーパーカンパニードゥブニールから足崎の警備会社への不正送金の記録は17年ほど前からあったらしい。これが何を意味するかわかるか。その事実なら俺も掴んでるが、ん？おかしくねえか。17年前っていや、ミキコが貞本と結婚する前だぞ。その頃から貞本と愚連会がつながっていたってことだよな。何がどうなってる。だったらこう考えるしかねえだろう。夏目家放火事件も貞本と愚連会との黒いつながりの一つとして起きた事件だったってな。なんだと。それじゃあ貞本があの放火事件に絡んでるってのかよ。ああ、2年前美希子さんはその事実に気づいたせいで消されそうになったんだ。貞本と愚連会にな。五十嵐、全て聞かせてもらうぞ。貞本京也、あいつは何者なんだ。悪魔だよ。極道も真っ青だ。悪魔だと？どういうことだ。全ての始まりは剣持が大学時代に立ち上げたイベント系サークルリゾームだった。リゾームは巷のイベント系サークル同様、仲間とつるんでコンパやらライブツアーを組んだりして小銭稼ぎをしていたらしい。その頃は大した儲けはなかったみてえだ。だが同じ大学の経営学部に通っていた貞本京也がアドバイザーとして顔を出すようになってから様相は一変した。連中は貞本の口車に乗せられ、かなりグレーな領域にまでビジネスを広げていったが、アドバイザーを名乗っていた貞本はサークルに正式に所属こそしていなかったらしいが、その能力と活躍っぷりからメンバーの間でカリスマ扱いされるようになっていったという。そのリゾームの連中が立ち上げたのが半グレの愚連会だな。ああ、剣持を中心にな。で、貞本の方はというと学生時代にすでに起業していて、卒業後は愚連会の連中に汚れ仕事を頼むようになったらしい。画像が生きて立ち上げた新進気鋭のベンチャーだ。ちょっかい出す連中もいただろうし、ライバルも多かったろう。綱渡りのビジネスで火傷することもあるが、厄介な顧客トラブルに巻き込まれることだって少なくなかったはずだ。そんな貞本にとって愚連会とのつながりは好都合だったってわけか。そういうことだ。おかげで貞本の会社は順調に成長を遂げていった。だがそれも次第に陰りが見え始めた。莫大な投資を行い立ち上げた新規事業が見事にずっこけて資金繰りに苦労し始めたんだ。そんな時に奴が目をつけたのが
美希子さんの両親である夏目夫妻だった。夏目家放火事件に貞本が絡んでいた。間違いねえのか。ああ、むしろ貞本が主犯格と言っていい。15年ほど前のことだ。貞本は不動産ブローカーをやってた剣持から土地の開発計画を聞かされたらしい。話がまとまればでかい金になる案件だ。だが夏目夫妻だけが土地を売り渡そうとしなかった。だから放火して脅す。昔地上げやなんかがやってた手口だな。それだったらまだ可愛いもんだぜ。いいか、貞本が悪魔的なのは剣持から持ちかけられた相談を自分の会社の問題をも一気に解決できる計画に差し替えちまったところにある。どういうことだ。カイト、夏目家は地元でも有数の資産家だったらしい。不動産や所有している株も含めれば数十億もの資産があったという。当時資金繰りに苦労していた貞本はこの財産をまとめていただいちまおうって考えたんだよ。そんなことどうやって。まさか。美希子さんとの結婚も最初から貞本の計画のうちだったってことだ。で、なんだと。あの貞本って男は人を魅了する才能に異常に長けていたようだ。大学のサークルでは伝説の OB として教祖様みたいな扱いだ。社内でもカリスマ扱いされてるんだという。グレン系の連中も貞本の汚れ仕事は喜んで引き受けていたって話だ。夏目夫妻も例外じゃなかった。誠実な青年実業家を装う貞本にまんまと見入られちまったらしい。そして夫妻の心を掌握した貞本は娘が極道と付き合っていることや次女がストーカーに付きまとわれていることまで聞き出した。おい、なんでそこで俺の話が出てくる。カイト、お前も貞本の計画に利用されたんだよ。俺も。おい、俺も貞本の計画に利用されたってどういうことだよ。両親に貞本を紹介された美希子さんは結婚を考えている恋人がいることを貞本に告げたらしい。すると貞本は美希子さんとあんたとの仲をむしろ応援するとか抜かしたそうだ。応援。相手の男が本気なら極道から足を洗ってくれるはずだの。抜けるのに上納金が必要なら両親を説得してやるだろう。必要なら弁護士を紹介するだろう。もっともらしい提案をしてきたらしいぜ。貞本がそんなことを。貞本の野郎は分かってたんだろうな。極道が簡単に組から抜けられるわけがねえって。おまけに当時の松金組はトラブルを抱えてたんだろう。貞本はお前が抜けられるはずがねえと確信した上で美希子さんを煽ったんじゃねえか。そしてまんまとお前らは思惑通り動いてくれた。その後貞本は昇進の美希子さんに狡猾につけ入っていった。貞本との仲を推していた両親にも説得されたんだろうな。結果思惑通り貞本は美希子さんと結婚。頃合いを見計らい夏目家は放火され、奴は莫大な遺産を相続したってわけだ。とんでもねえだろ貞本って野郎は。出来込んだったみたいだしな。その計画のために結婚せざるを得ないよう仕向けるために
機を作ったんだろうよ。言ってみりゃジョンは貞本にとって金儲けのための道具に過ぎなかったんだ。かわいそうだぜ、ミキコさんのジョンも。ミキコはいつ貞本の本性に気づいたんだ。2年前のことだ。貞本が珍しく深酒して書斎でパソコンをつけたまま眠っていたらしい。そこで偶然見しまったそうだ。グレン会の剣持とのメールのやり取りをな。不審に思った美彦さんはその場で過去のメールのやり取りを遡ってみた。そこである方何があったかを察したようだぜ。だがそこで貞本が目を覚ましてしまった。データを見られたと知った貞本は襲いかかってきた。あのミキコがオフィスワークの仇にそう簡単にやられるとは思えねえが。いや、それがあっさり返り討ちにされちまったそうだ。普段から半グレみたいな裏社会の連中と付き合いのある男だ。もしかしたら暴力の扱いには慣れてるのかもしれねえな。それでミキコが貞本に襲われた後は、ミキコさんはその後の記憶が曖昧らしい。おそらく薬でも盛られてグレン会の連中に後始末させたんだろうよ。にしてもよく調べたな。さすがは元東条会の自称調査部門だけのことはあるな。まあ社会の裏も表も知り尽くした俺たちだからできたことだ。東条会の調査部門ってのは自称だがな、調査能力は伊達じゃねえってことさ。そうかよ。でどんな気分だ。貞本の野郎に踊らされ最愛の女と別れさせられたって知った気分はよ。なんだろうと選んだのは俺だ。なんだつまらねえな。意外と冷静じゃねえか。だが貞本の野郎は一発殴ってやらねえと気が済まねえ。おお、そう来なくちゃ。どぎついのを一発かましてやれ。ここか。ああ、OB 会は毎年やってるらしくてな。貞本京也は毎年顔を出しているらしい。まだやられてねえグレン会創設メンバーも来てるはずだ。とにかくミキコがバカな真似する前に見つけ出して止めなきゃならねえ。受付か。関係者じゃねえとさすがに入れねえよな。カイト、どうするつもりだ。ここは探偵らしく行く。どういうと？潜入だよ。変装してな。おいおい、大丈夫か。会場の連中に比べると随分とおじんだろ。まあそこは考えねえとな。お前はミキコさんが入ってこねえが見てるんだよ。なるほど、ミキコがこれから現れるならここを通る可能性はあるな。カイト、何か手伝えることがあったら言ってくれ。頭のメールだ。ああ、そうさせてもらうよ。
どこに。先ほど座った時にでも落としたのだろうか。少し値が張ったのだが、まあいい。間もなく会場だし、あれは拾ったものにあげるとしよう。リゾームの OB の方でしょうか。おお、そうだ。何年卒の方ですか。10年くらい前かな。お名前は。カイトーだ。名簿に名前がないですが。ちょっと用事を思い出した。失礼するぜ。カイト、なんか手伝えることがあったら千田に言え。ミキコさんのためなら協力してくれるだろうよ。おう、分かったぜ。どこに。先ほど座った時にでも落としたのだろうか。少し値が張ったのだが、まあいい。間もなく会場だし、あれは拾ったものにあげるとしよう。お前は何をしてるんだ。ミキコさんが入ってこねえか見てるんだよ。なるほど。ミキコがこれから現れるならここを通る可能性はあるな。カイト、何か手伝えることがあったら言ってくれ。頭のメールだ。ああ、そうさせてもらうよ。お前は何をしてるんだ。ミキコさんが入ってこねえか見てるんだよ。なるほど。ミキコがこれから現れるならここを通る可能性はあるな。カイト、何か手伝えることがあったら言ってくれ。頭のメールだ。ああ、そうさせてもらうよ。カイト、なんか手伝えることがあったら千田に言え。ミキコさんのためなら協力してくれるだろうよ。おう、分かったぜ。
え、ちょっとちょっと、何ですかあなた。どうも。先ほど連絡を受けた八神電機です。会場のエアコンの調子が悪いって話でしたよね。立ち入って確認させていただこうと思ったんですが、よろしいでしょうか。修理？そんな話あったかな。とにかく今は困りますよ。まもなく本日のパーティーが始まってしまいますし。そうですか。入った新人どこ行ったんだ。ああ、喫煙所じゃないか。さっきここの奥に歩いて行ったし。もうすぐ始まるのにタバコってサボりかよ。お前ちょっと呼んできてくれよ。え、やだよ。あいつ構成し損ねたヤンキーみたいな見た目で怖いし。それに俺喫煙所の鍵持ってないもん。お前が行けばいいじゃん。やだよ、俺も怖いもん。できればあんまり関わりたくないタイプなんだよ。ま、責任のある大人だし、パーティー始まったら来るだろう。そうだな、無理に俺らが呼びに行く必要もないよな。前所んとこの？お前、それバレたら超怒られるぞ。まだバレてないからセーフだし。あー、でもどうしよう。仕方ねえな。俺も探すの手伝ってやるよ。で、どこらで落としたか目星はあるか？多分1階のトイレかな。いや、2階だっけ。あれ3階かも。とりあえずトイレ付近を探せばいいんだな。それだけは分かった。どこだ
と。客なんかやってられるかよ。今日なんて青くせえガキばっかりだしよ。しかもだいつもこいつも態度が悪い。なあ、あんたちょっといいか。あ、お前、あれ、もしかして田代君か。てめえが？お前こそなんでボーイなんかやってんだよ。ヤガミの野郎のせいで。タボーの？どういうことだ。俺はここ数年イベント会社のプロデューサーとして偉人町で華々しい活躍をしてたんだ。だがヤガミの野郎のせいで俺の悪事がバレて会社をクビになっちまったんだよ。そうか、よくわからねえが、悪事がバレたってことは要するに自業自得だろ。うるせえ。そもそもはてめえらのせいなんだぞ。てめえらに俺のお気に入りの一丁ら追い剥ぎされてから俺の運気は下がりっぱなしなんで。あん時は悪かったよ。その話はともかく、その服
ちょこっと貸してくれねえか。な？なんだと？どの口で頼みやがる。ちょっと訳ありで必要なんだよ。いいだろ、やるもんじゃねえし。ふざけんな、むしろてめえが脱げ。なあ、なんでそうなるんだよ。俺の味わった屈辱をてめえにも味わしてやるんだよ。脱がねえつもりなら脱がしてやんよ、この野郎。おい、やめろって。追いはぎの剣は悪かったって言ってるだろ。うるせえ。12月の寒空の下、裸に向かれて打ち捨てられるヤクザの気持ちがてめえにわかるか。てめえを裸にひんむいてやらなきゃ俺の気が収まらねえんだ。覚悟しやがれ。仕方ねえ。だったらこっちも強引に行かせてもらうぜ。やった、暴れるぜ。うわ、ちょっといいか。お客様を探してるんだが。誰ですか。この人だ。見たような、見てないような。
大事なお客様なんだ。思い出せねえか？そういえば、あの席によく似た女性がいたような。そうか、その女性はその後どこに？いえ、ちょっとわからないですね。そうか。あのお客様、よろしいですか？この女性を見ませんでしたか？誰？リゾームの元メンバーで。誰か知ってる？うちらの代じゃねえよな。知らねえな。見たことねえ顔だ。あそこに立ってるあんたの同僚にでも聞いたら、ずっと会場にいるし見てるかもよ。ありがとうございます。お客様、少々いいですか？人を探しておりまして。お客様。あのさ、気安く話しかけないでもらえる？私は今、旧友と思い出話に花を咲かせていたところなの。それは失礼しました。ですが、非常に大事なお客様でして。え？大切なお客ってもしかしてリゾーム創設メンバーの人たちとか？それなら私も超話したいんだけど。ああ、いや、その人では。あっそ、じゃあ邪魔しないでもらえる？そこをなんとか。あ、西尾さん、いらしてたんだ。すみません、お客様、この女性を見かけませんでしたか？この人、さっきいたような。間違いないですか？今はどこに？あ、いや、記憶違いかもしれませんよ。その人、誰とも話さずにすぐに席を離れていきましたし。そうですか。では、貞本京也という男性を見かけませんでしたか？貞本さんですか？あの伝説の OB の？一度お会いしたかったんですが、急用で来られなくなったみたいで。来られなくなった？間違いないですか？ええ、どうしても外せない会議が入ってしまったとかで。毎日分刻みのスケジュールでとても忙しいみたいですから、仕方ないですけどね。入れないってどういうことよ？いえ、増田皆様はすでに入られていまして。いや、だから増田美奈は私だって言ってるでしょ。今来たばかりなのに、なんで入ったことになってんのよ。お客様、どうされましたか？いや、私今来たところなんですけど、すでに入場したことになってるみたいで。増田さんという方がすでに入場している、間違いないですか？はい、名簿もチェックしましたし。もしかして増田を名乗っていた女性、この人では？あ、そうです、すごく綺麗な人でした。やはり。その女性どこに？会場に入られたはずですけど。
あ、でもすぐに出てきてトイレの方に向かってましたね。トイレの方に？わかった。あ、ちょっとどうなってるの？何があった？トイレに突然女が入ってきて襲われて。その女は貞本美希子だな。ああそうだけど、なんで、あんた誰だよ？その女はどこに行った？あの女、京也さんを探してた。貞本？だが貞本京也は来られなくなったと聞いたぞ。違う、京也さんサプライズゲストで出てくる予定で、さっきまで控室にいたんだが、タバコを吸いに屋上に。それじゃあ美希子も屋上に向かったんだな。なあ。何でしょう。申し訳ありませんが、緊急の要件で急いでいまして。すっとぼけんじゃねえ、てめえ怪盗だろう。ここで何してやがる。仕方ねえ、こっからは強行突破だ。こっちは急いでんだ、手加減しねえぜ。お前らやっちまえ。するぜ。さっさと片付けるぞ。すまねえ、助かる。あん？てめえら何やってんだ。ぶっ殺してやる。ぶっ飛ばしてやる。ぶちのめして。やるぞ。
で、カイト、ミキコさんの居場所は分かったのか？なあ、どうやら貞本を追って屋上に向かったらしい。これ以上連中に見つかると厄介だ。ここから登るぞ。もしかして、仲間を呼ばれると面倒だ。手早く片付けるぞ。ぶっ飛ばしてやる。くっ、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 近くにいるはずだ。探し出せ。ああ、いたぞ、奴らだ。どうやらすでにお尋ね者ってわけか。おいおい、何人嫌がんだ。さあ、くちょおい、客室用のエレベーターがあるはずだ。そいつで一気に最上階まで上がるぞ。
こいつで最上階まで上がるぞ。奴らだ、いたぞ。くそ、まだ嫌がんのか。おい、カイト、ミキコさんを頼んだぞ。ここは俺たちに任せて先に行けってやつだ。ふっ、カッコつきやがって。このくらいの人数、俺たちで何とかしてやるよ。すまねえ、頼んだぞ。やっぱりちょっと多くないですか。うるせえ、行くぞ。いたぞ、こっちだ。くそ、手間かけさせやがって。もう逃がさねえ、ぶっ殺してやる。ぶっ飛ばしてぶちのめして。Yeah!
になるよ。本気だぜよ。来ないで。来たら撃つ。なあミキコ、本当に僕を殺すつもりかい？それ以外にここへ来た理由なんてない。ま、落ち着いて話そうじゃないか。話す？今さら何を。もう少し冷静に考えるべきだ。君は本当に僕を殺せるのか？どうなんだ？どういう意味？だって、あの子は？ジュンはどうなる？
僕はともかく母親のお前まで人を殺して純はどう思うんだろう。そういうこともちゃんと考えた上での行動なのかな。そう、優しい君なら当然考えてしまうことだよな。そして考えた途端に身がすくんでしまう。まあこういうところがこの女のいいところだ。そうだろ、カイトーさん。てめえ。でもこういう人間じゃ金儲けはできない。ビジネスチャンスってのはあちこちに転がってる。しかしほとんどの人間はそれをつかむことができない。答えは簡単だ。金と自分、それを最短距離で、しかも最速でつなぐことができないからさ。世の中の常識だの、煩わしい人間関係だの、そういうものにいちいちこだわる。そんなんだからダメなんだよ。だからお前は迷わず叩き切る。グレン会の連中や焼き殺された魔法ちゃんたちみてえに。そう、理解が早いね。あんた見込みがあるよ。夏目家の件はなかなかリスキーな選択だったけど、結果としては大正解だったよ。我ながらナイスなアイデアだったね、この野郎。京也、魔王たちを殺して大正解だって、ふざけるな。やっぱりあんたは死ぬべきなんだ、今この場で。なるほど、純のことより僕への殺意の方が上ってことか。本気で人を殺す覚悟はできていると。 OK、 まずそれを確認したかったんだよ。くそ、話しやがる。純、剣持ち遅いじゃないか。京ちゃん、悪い。サダモト、てめえ。おっと、動くんじゃない。動けば純の命はないよ。動けないだろ。この子は僕の血を引いてるからね、いつ寝首をかかれないとも限らない。しつけをしておいて正解だったよ。てめえ、自分の子になんてことを。さてミキコ、ここからが本番だ。何を。まずは余計なものから片付けよう。ジュンを助けてほしければカイトを撃て。ジュン、大丈夫か？すぐに助けてやるからな。ミキコ、こんな奴の言葉に耳を傾けるんじゃねえ。分かってる。でもどうしたの？多分あいつはためらいなく純のことだって殺す。サダモト、お前こんなことしてただで済むと思ってんのか。せっかくの地位を失うことになるぞ。もちろん発覚した際のリスクは認識しているよ。だがそれを承知の上でやってるのさ。リスクを前に踏みとどまってたんじゃベンチャーの経営者なんてやってられないよ。リスクがあろうとそれでもやる価値がある。そんな時に目標に向けて迷わず突き進むことができる人間こそが成功者になるんだ。
おい剣持ち、お前仲間を殺して回ってるのはミキコだと思ってるんだろ。なんや今更、当たり前やろ。ミキコが言っていた、グレン会の連中を殺してやろうと現場に向かった時、すでに連中は殺された後だったと。何者かが先回りして連中を殺していたんだ。何やと。ミキコが記憶を取り戻し、お前らへの復讐を企んでいる今、ミキコの先回りをしてグレン会の連中をぶち殺しちまえば、ミキコの仕業に仕立て上げることができる。真犯人はな、そうやってかつての仲間を殺してグレン会との過去の黒いつながりを消そうとしてたんだよ。てめえ何言うとんねや。わからねえか、お前の隣にいる貞本なんだよ。グレン会の奴らをぶっ殺してたのはな。何、最近貞本はメディアに頻繁に露出するようになったらしいじゃねえか。カリスマ経営者として名が知られてるようだな。だからこそ今お前らとの黒いつながりが明らかになるのはまずかったはずだ。それに考えられる動機は他にもある。貞本はミキコとグレン会の連中が接触するのを阻止したかったんだと思う。どういうことや。ミキコが知っている過去の事実とグレン会の連中が知っている過去の事実が食い違っていることに気づかれたらまずかったんだよ。その事実の食い違いにお前らが気づいたら、おそらく剣持ち、お前は貞本京也を許さなかったはずだ。前回の連中を始末していたのがミキコではなく貞本だったってことだ。ああ、せやから、それはさっきお前が言うとったやろ。ああそうだったな。だが問題はそこじゃないんだ。そもそも貞本がそんな殺しを今思い立った理由だ。貞本はミキコが生きているかもしれないと知ったとき、すぐにミキコとグレン会が接触されたらまずいと思ったはずだ。夏目家放火事件に関する事実の食い違いに気づかれてしまう可能性があるからな。せやから、その食い違いってのは何や。お前は言っていた、夏目夫妻と真帆ちゃんが放火に巻き込まれて死んでしまったのは事故だったと。本当は中に誰もいないはずだったってな。ああそうや、住人は旅行に出かけとるから中に誰もおらんと、そう聞いとったや。当日家の中に誰もいない、そう言ったのは貞本京也だろ。せや、だからなんやねん。お前がここに来る前、貞本ははっきりこう言っていた。夏目家の件はなかなかリスキーな選択だったが、結果としては大正解だったよってな。あいつは放火事件の夜、中に真帆ちゃんや夏目夫妻がいると知っていて、お前らに火を放たせたんだ。土地が目当てだったお前らにとって放火殺人までする意味はない。焼き殺せと言ってもためらうのが普通だ。だが貞本は夏目夫妻の莫大な遺産を相続し、自分の会社の危機を乗り切るために彼らに死んでもらう必要があった。だから貞本はお前らに嘘をついたんだよ。
自分はアリバイを作った上でな。嘘やろ、キョウちゃん。おっと、痛いところを突かれたな。貞本、お前が俺にミキコの捜索を依頼してきたのも、グレン会の連中より先にミキコを探し出して始末するためだな。俺がミキコを見つけたら監禁でもしておいて、グレン会の連中を全員ぶっ殺す。その後頃合いを見計らい、自殺に見せかけてミキコを殺すつもりだったんじゃねえか。やっぱあんた見込みあるね、キョウちゃん。なあ、あいつ何言っとる。あんなん嘘やんな。放火事件のあったあの夜はね、真帆ちゃんの誕生日だったんだ。キョウちゃん、夏目夫妻も真帆ちゃんもワインが大好きでね、ヴィンテージもののボルドーワインを記念に送ってあげたんだ。100万くらいしたかな。一方その頃、僕はレストランで妻とディナーを楽しんでいた。もちろん真帆ちゃんにはその場で電話してちゃんとお祝いしたよ。真帆ちゃん、ワイン美味しいですって言ってたな。ワインにはうるさい夫妻も絶賛してたとか。隠し味で睡眠薬を入れておいたから、ちょっと味が変わっちゃったかなって心配してたんだけど、大丈夫だったみたいで安心したな。3人ともぐっすり眠ってただろうから、きっと苦しまずにいけたと思うよ。キョウヤ、あなたは。なあキョウちゃん、いつもの冗談やんな。そろそろのはずだけど遅いな。なんや。ようやくか。やっと聞き始めたみたいだね。よかった。シュちゃん大変だ、会場が。思ったより時間がかかるもんなんだな。おい貞本、てめえ何しやがった。お、これはなかなか歴史に残る事件になるんじゃないかな。君たちも見るかい。壮観だよ。元気でやってる。そうなんですよ。今日どうですか。これが言った通りだったらいつでも言ってよ。楽しみにしてるよ。あの話はどう。どうしたの。何何これ。おい大丈夫ですか。おい誰か救急車呼べって。何よこれ。よし、残り4人全員やったぜ。大成功。てめえ酒に毒を。なはは、遅効性のものをね。たくさんの人間を一気に始末するときは即効性だと良くないんだ。
飲むのが遅れたやつに毒がバレて飲まなくなっちゃうだろ。いやーしかし効果が出るまで時間がかかったので効かなかったんじゃないかとヒヤヒヤしたよ。ごめんな剣持ち。葬式は盛大に開いてやるから成仏しろよ。無関係な人間まで。だって仕方ないだろ。グレン会創設メンバーの連中が集まる席はあったけどさ、関係ない連中も来て飲んじゃったんだから、そこまではさすがの僕でもコントロールできないな。それに憎悪に狂った復讐期ならそのくらいした方がリアリティがあるだろ。民衆はドラマチックなストーリーの方が好んで信じたがるものだ。このクソ野郎が。さてミキコ、最後は君の出番だぞ。カイトを殺せ。そうすればジュンだけじゃなくお前も助けてやるからさ。何を言ってるの。ああそうだな、まず僕の書いたシナリオを説明すべきかな。僕は今夜この会場にはいないことになっている。サプライズゲスト扱いで数人のメンバーしかそのことを知らないんだ。もちろん毒が混入された調理場には君の指紋と髪の毛を残しておいたよ。そして屋上からはかつての恋人の射殺死体が発見される。海藤さん、あんたの死体だ。ついでに近々夏目家放火事件にグレン会が関わっていたという事実がリークによって発覚するよう手はずも整えてある。トータルで考えるとミキコ、君が復讐のためにグレン会の連中を殺して回った末、パーティー会場で一気に全員を毒殺、それを嗅ぎつけた元恋人さえも射殺した、そんな感じだね。とりあえず全ての犯人はミキコ、君だからね。でもそこで放り出しはしないって。カイトを殺せば1億くれてやる。その金で海外逃亡してジュンとつつましく暮らすのもいいだろう。だが逃げ切るのも大変だ。罪悪感に苛まれ生きていくのも辛いだろう。だからおすすめはカイトを殺した後君もここで自殺するってシナリオだね。なんだと。おすすめのシナリオを理解してくれるならジュンにはボーナスとしてさらに1億渡そう。そのくらいは父親としての責任を果たすつもりだよ。殺せ。さあカイトを殺すんだ。人を殺す覚悟ならできてるんだろう。グズグズしてると本当にジュンが死ぬぞ。やっぱり悪魔だった。私が甘かった。ごめんなさい、あなたまで巻き込んでしまって。ミキコ、そいつを貸せ。え？じゃあこうなったらそのシナリオはどうなる？何の真似だ？俺のシナリオはこうだ。元恋人に罪をかぶせるために山ほど悪事を働いた男を元ヤクザが始末した。俺が懲役くらえば済む話だ。お前の手まで汚させてたまるか。ジュンのためにもな。俺は的を外さねえぞ。
とにかく俺は強い男になりたいんだ。大事な人を守れるような強い男に。だったら重要なのはな、ジュン、ここだぜ。あ、なんだそれ。ま、いずれ分かる時は来るさ。お前がそうなりたいって思い続けることができればな。楽しむ時間はなさそうだ。警察が来る前に片をつける。
ナイフに毒を。母ちゃん。全部作った嘘だった。初めから全て。あの事件の後だって、真帆たちを殺した奴とも知らず、のうのうと生きてきた。どんな気分だよ。なんで平気でいられる、この悪魔が。ミキ子、やめろ。もっと早くこうするべきだった。ミキコ、お前もなくしちまうぞ、一番大事なものを。お前と別れた頃の俺もそうだった。憎しみに逃げ込んだ。一番大事なものが目の前にあるってのに、俺は親父に怪我をさせた奴らに復讐することを選んじまった。だがお前は間違えるな。母ちゃん、また俺を置いていっちまうのかよ。俺のことも嘘だったのか、嘘だったのかよ。やられた。東のおっさん弱いな。うるせえ、負けてやってんだよ。もう一回やるぞ。いいぜ、絶対負けねえし。おう、カイトーの兄貴。痛て、痛て、痛て。
まだ無理しないでください。大変な状態だったみたいですから。3日も寝てたんだぞ。3日も？ミキコは無事なのか？うん、ずっとカイトーのおっさんをつきっきりで見てたけど、さすがに疲れてたみたいでな。フラフラになってたから白樺のおっさんが休ませるって言って連れて行ったよ。お前は母ちゃんについて行かなかったのか？うん、俺はいいんだ。東のおっさんがいろいろ遊んでくれたし。いや、まあ暇だったもんで。貞本は？ああ、ダメだったみたいです。そうか。八神からです。出張から戻ってきたみたいで、さっきまでいたんですが、兄貴がいびきかいて寝てるの見たら安心して帰っていきましたよ。おお、そうか。兄貴、無理しないでください。問題ねえ。問題ねえって、傷塞がってないっすよ。じっとしてる気分じゃねえんだよ。無茶しないでくださいよ。ジュン、ちょっと話すか？え？うん。平気か？平気だよ。俺の死んだ親父はさ、ひでえ飲んだくれだったんだ。え？家の金なんか全部酒に使っちまってよ。仕事にだってろくに行けやしねえ。酔っ払えば暴力だって振る。そんな親父だから大嫌いでよ。高校退学して家飛び出して悪さして少年院行き、その後はお決まりのコースだ。そうなんだ。だからガキの頃は親父なんて死んじまえってずっと思ってたよ。心のどこかで俺も自分がグレちまったのも親父のせいだと思ってた。まあそりゃ俺の責任なんだがな。ああ。確かによ、俺の親父はろくでなしだった。酒で自分の人生を台無しにした負け犬さ。だが実際死んだって聞いた時は、不思議と楽しかった時の思い出が蘇ってきたんだ。なんでだろうな。生きてる時はあんだけ憎んでたのによ。悪い、こんなこと言っても慰めにはならねえよな。親父に一度だけドライブに連れて行ってもらったことがあったんだ。今思えば親父はただ新しく買った車を乗り回したかっただけなのかもしれないけど、どこか行ってみたいかって聞いてくれて、そしたら海の見えるところまで連れて行ってくれてさ。ジュン、無理すんなよ。心配なら必要ねえよ。俺ならもう大丈夫だから。そうか。
カイトのおっさん、俺決めたよ。ヤクザになるのはやめる。なりたいものが見つかったんだ。ああ、そうなのか。何になるんだよ。大事な人を守ることのできる強い男だ。あんたみたいな。だからもう大丈夫だよ。大丈夫だ。ジュン、つらかったな。大丈夫だよ。俺はもう大丈夫だから。お前はどうするんだ。とりあえずミキコのいる白川さんのところに行くのか。ああ、母ちゃんを迎えに行かねえと。ああ、そういえば白川のおっさんにあんたが目覚めたら手紙渡してくれって頼まれてたんだ。手紙？ああ、カイトさん、以前お話ししたように僕はミキコさんにプロポーズするつもりです。ジュン君が戻ってきて彼女が落ち着いたらその時に。ですが、もしもまだあなたの中にミキコさんへの思いがあるのなら、診療所でお待ちしております。白樺康隆。あいつ。なあ、何の手紙？果たし状だな。は？何それ。ジュン、ミキコのところまで送っていくよ。そうか、一人で行けるけど。いや、俺も行く。ふん、分かった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
てから喧嘩を売れます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさん。ありがとうございます。
行こうぜ、カイトのおっさん。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。なあ、行かないのか？ん？ああ、行くよ。ジュンに、マスハルさん？いや。カイトのおっさんが送ってきてくれたんだ。一人で行けるって言ったのによ。そう。マサハルさん、ありがとう。いいんだ、俺もお前と話したかったからな。そっか、やっとまともに話せたな。そうだね。元気だったか？いや、記憶喪失だったやつに聞くのも変か。そうかも。ジュン、よかったね。あなたのヒーローと一緒に冒険ができて。え、うん、久々に見たらたくましくなっててびっくりしちゃった。ほら、あいつの腕ひねり上げて倒しちゃってさ。うん、護身術母ちゃんに昔教わってたから。なあミキコ、お前はこれからどうするつもりなんだ？どうって？いや、家とかどうすんのかなと思ってよ。あんなことがあった後だし、家にも居づらいだろ。ああ、それはそうだね。
どうしよう、まだ考えてないや。だけど。だけど？うん、なんか白川さんがね、気晴らしに純と3人で旅行でもどうかって言ってくれてるの。旅行？どこに？世界中、どこにでも、好きなところに好きなだけだって。ま、冗談だろうけど。おお、そうか。冗談なんかじゃねえと思うけど、あのおっさん医者だし金持ってそうだもんな。カイトーのおっさんと違って。うるせえよ。ミキコさん、中で一緒に映画でも。手紙見たぜ。それで、あなたは何をしに来たんでしょう。何をって、そりゃあ、ミキコさん、ちょっと待っていてください。ん？ミキコさん、これを。え？ミキコさん、僕と。待った！何でしょう？だな。ミキコは俺が連れて帰る。連れて帰るってどこに？あなたの狭くて汚い散らかったアパートにですか？それはこれから考える。それに俺のアパートは意外と片付いてる。たまには掃除だってしてんだ。カイトーさん、あなたの気持ちは分かっているつもりです。だけど僕としてもこれだけは譲るわけにはいかないのです。だから。分かってる、きっちり話し合おうぜ。話し合いなんてしませんよ。じゃあどうすんだ。男らしく拳で決着をつけましょう。は？おいおい、今時決闘かよ。それにミキコの気持ちはどうなるんだ。カイトーさん、これは僕自身が納得するための戦いなんです。言ったでしょう、最初から決死の覚悟だって。お前、ミキコさんの心は僕の方を向いていない、そんなことは分かっています。ですが、もしもミキコさんの前で彼女にとってのヒーローであるあなたに勝つことができたなら、彼女は僕の方を向いてくれるかもしれない。だからカイトーさん。わかった。だが大怪我しても知らねえぞ。その心配は無用です。グレ連中がミキコさんを狙っていると知った後、僕は誓ったんです。この人を守れる男になると。
だからこの2年間必死にジムに通い、格闘技を習い、実戦を想定した特殊なトレーニングも積んできました。愛する人を守り抜く覚悟さえあれば、気弱だったただの医者も鋼の鎧をまとうことができるのです。分かった、その勝負受けて立つぜ。行くぞ白川。来い海藤さん。ぶっ飛ばしてやるよ。
俺の勝ちだ。文句はねえな。ええ、すっきりしました。すごく。ほんと男ってバカだよね。それで、あなたはどうしたいの？あ、私を連れて帰るとか言ってたけど。そうだな。意外と片付いてるってのは悪い。あれは嘘だ。あいつの言う通り狭くて散らかってる。風呂はカビが生えてる。え？引っ越す金もない。そうなんだ。仕事は一応探偵だ。だが収入は安定していない。給料未払いの月もある。それはちゃんともらわないとだね。だが一緒に来るか。